おはようございます。今日の天気はこちら。雨降らないみたい。昨日の夜寒くて夜中に起きて、でまあ冬物ねパジャマを着ました。今何時だろう。8時23分。あ、二度寝なんですけどね。今日お休みで朝5時半に起きてトイレ行って、でラムさんに朝ごはんあげて、でそっからまた布団に入って、で今に至ります。まだ寒いんだよね。ラムさんが私のお腹の上に乗っかっております。あ、ラムさんまた涙が出てるね。今日着る洋服です。で結構ねここ開くんですよね。ちょっとね寂しいのでこのペンダントをねつけようと思います。これねシーインのですね。はい。そしてこのワンピースがちょっとねこれ厚手なんですけど、多分ねこれもう少しね厚くなったらね着れなくなりそうなくらい厚手の生地のワンピースですね。でもねこれ横がねこういう風に切り替えになっていてね可愛いんですよ。これは日線で買いましたね。ちょっと丈が長い感じのワンピースですね。でこちらのバッグは大人ミューズだったかな、付録ですね。あんまりね使ってないので綺麗なんですけど、ちょたまにはいいかなと思って、テンションもねこれ持つと上がるんですよね。実際リトルミーちゃんのものってなんか私だけかもしれないですけど、なんか自分が好きなキャラクターのものをね身につけると本当になんかちょっと気分が良くなるのはね事実なんで、はい、まだね中身空っぽなんですよね。これから中身をねここに入れ替えようと思います。今日ね母と島村に行くだけなので、もうあとは用事済ませたらね帰るだけなんでね。ちょっと前に母の日ありましたよね。あの時に何が欲しいって私毎年聞くんですけど、その時なんか何もいらないって言ってた、欲しいもの今ないって言ってた。で少し前に洋服がね欲しいなって言ってたんですよ。でじゃあ洋服買いに行こっかっていう感じでね、でどこに買いに行くって話になって、で母は子供服を欲しいって言ったんですよね。え、子供服、まあ子供服かって、まあとりあえずなんかどこでもいいって言うんで、だったらじゃあ島村行ってみようかっていうことで今日ねこれから島村に行きます。私はね傘がね欲しいなって思って、でいいやつがあったら買おうかなと思ってます。傘といっても日傘ですね。はい、ということでねこれから着替えて母を迎えに行きたいと思います。広告見た？あ、見たけど、大人の私だ。
もん、うん、しょうがないよ、それは。どこも見たいだ。うん、日傘はね、そろそろ買い替えようかな。あとディズニー、あ、これは子供用だね。雨の日も心晴れ晴れ。だいたい今の日傘ってだいたい雨の日とね、兼用なもんね。これいいな、黒がいいと思ってるんだよね。あ、これちょっと可愛い、黒がいいと思ってるけど、これも可愛いな。はい、なんかね、今月のね、ラッキースポット、双子座が美容院がね、ラッキースポットですって。で、お牛座ラッキースポットが文房具店で、ヤギ座の、ラッキースポットが、回転寿司で、で、乙女座のラッキースポットが図書館で、これは、なんだ、獅子座。獅子座のラッキースポットが靴店で、蟹座のラッキースポットがイタリア料理店で、射手座のラッキースポットが消防署で、サソリ座のラッキースポットが科学館で、天秤座のラッキースポットが、これは家電量販店。で、魚座のラッキースポットが水族館で、水亀座のラッキースポットがプールで、これが、黒、黒お母さん。これや、あれじゃん、なんでこれがヤギ座じゃん。これヤギ座、それはおひつじ座。おひつじ座ね。うん。おひつじ座のラッキースポットが回転寿司。おひつじ座、これ、お牛座。紛らわしいな、これヤギ座か。ヤギ座のラッキースポットは生け花店。で、お父さんが生け座。お父さん。2月だから。は、消防署だって。2月17日。あ、違う、生け座じゃないや。ちょっと待って。ラッキースポットだからね。うん。じゃあお父さんは水のネタだ。うん。2月の、これ。ね。うん。プールだって。何が誰が、うん、お父さん水が座でしょ。うん。プールだって。プールに行くといいことあるんだって。お父さんさ、運動しないと。お父さん ね。運動もだけどね。うん。食べ過ぎ。食べ過ぎね。まあ幸せっちゃ幸せだよね。食べたいもの食べて、うん、好きなこと言って、甘いもの食べて、好きなだけ甘いもの食べて、言いたいこと言って、言いたいこと言って、うん、これどんな感じ。これは船、うん、あ、これか、うん、まだ大きくて分かんないじゃん、うん、また父親がこう船を作っております。それよりさ、もうその話はいいって。もらってくれてこの前 YouTube でさ、動画あげたんだって。これ大きいからダメだよね。誰もそんな欲しいなんて誰も言わないから。違う、もう本当に場所ばっかし取ってんだからさ。いや別に今置き場所があるんだから、とりあえずここに保管しとけばいいって。もう山だよ、本当に。こういうのだったらいいんじゃん。うん、こういう上の T シャツ式のでいいんだ。こういうだったらいいじゃん。今こんだけ色だ。色がちょっとあれだけど。はい、今母親とねバイバイしました。母にね洋服をね3枚買ってあげて、で私は洋服はね1枚も買いませんでした。で、買ったのは、こう、マスクね。かわいい。花柄の、マスクが売ってたので、これ買いましたね。普通の、不織布マスク、3層構造ね。こっちの方と、あと、こういった立体的な形のマスク、私、一回もまだ、つけたことがないんですけど、メイクした時に、やっぱりこういうやつの方がいいのかなと思って、買ってみました。初めてねつけるんだけど、どうなんのかどうなんだろう。あとね日傘買いました。これね、こういうやつね、すごいねたくさんいろいろ種類があったんだけど、まあ一番やっぱりシンプルでね、なんか柄がないやつが一番いいなと思って、結局ここのねこういうやつ買いました。
感じですね。はい、じゃあね、まあこのこれからね、この傘またお世話になると思います。はい、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までね、ご視聴くださった方がいましたらありがとうございました。じゃあね、ハッピーライフ、バイバイ。